私は沖縄県市町村自治会館に来ています。今日のトピックはこちら。毎年大人気の離島フェアが間もなく開催されます。今日はその開催に先駆けてこちらで行われているある審査会を取材します。まずはその前に、島々の魅力を丸ごと体験できる離島フェア29回目の今年は、島々の彩り皆に広がるをテーマに、今月17日金曜日から19日日曜日の3日間、沖縄セルラーパーク那覇で開催されます。県内18の離島市町村、さらに奄美群島からも参加し、今年も離島の魅力が満載のさまざまな催しが行われます。例えば特産品の展示販売では、日頃は手に入らない離島の特産品が一堂に会し、自慢のグルメが会場で味わえる離島食堂や離島カフェもオープン。特設ステージでは芸能公演をはじめ、プログラムも盛りだくさん。観光情報も充実し、まさに島々の彩りを見て食べて感じられる3日間となっています。開催が待ち遠しいイベントですが、実は離島フェアに先駆けて、先ほどこちらで有料特産品の審査会が行われました。これは毎年行われているもので、会場で販売される特産品の中から3つの優秀賞を決めています。ここで県地域離島課の菅村さんに伺います。菅村さん、今年の審査会いかがでしたか？はい、今年も地域の特産を生かした商品が出揃いました。では早速優秀賞に選ばれた商品教えてください。はい、まずは北大東島の本格焼酎、じゃがいも焼酎のポテチューです。北大東島のじゃがいもを使った沖縄で初めての本格じゃがいも焼酎です。キレがあり濃厚な味わいで、フルーティーな香りが特徴の飲みやすい焼酎です。2つ目は石垣島の島の酢、黒麹純米酢です。アミノ酸の量が穀物酢の20倍以上もあり、まろやかで刺身、天ぷらにつけて食べるとより美味しくいただけます。3つ目は久高島のイラブーそばです。栄養価の高いイラブーの粉末を丹念に練り込んだ生麺のイラブーそばを作りました。かつおだし風味のもちもちした食感が楽しめます。では今日はお先に久高島イラブーそばを試食させていただきます。いただきます。麺は平麺ですよ。あ、美味しいですね。癖が強いのかなと思ったんですけど、そんなことなくて、あの鰹節を噛んでいるかのような、噛めば噛むほど旨味が出てきて美味しいです。はい、どの商品も数に限りがございますので、ぜひ会場でお早めにお買い求めください。わかりました。というわけで、17日から19日の3日間にわたって開催される離島フェア、沖縄には個性的で魅力あふれる島々がたくさんあります。ぜひ会場でお気に入りの島を見つけませんか？続いて県からのお知らせです。 JICA 沖縄では、国際協力・交流に対する理解促進を目的に、沖縄国際協力・交流フェスティバル2017を開催します。詳しくはご覧のところまで。県では11月17日・18日の両日、浦添市民体育館にて第21回沖縄県産業教育フェアを開催します。詳しくはご覧のところまで。県では11月25日土曜日に、三栄那覇メインプレイスにて、沖縄の子どもたちの夢や未来を応援する沖縄夢未来フェスタ2017を開催します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんちゅ広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デービルー。